皆さんこんこにちは小原克弘です授業のための動画作成急場をしのぐためのスイスイ動画作成術のナンバー19を今日はお届けいたします。今日のテーマは教室での動画作成です。 実はあのこのです、ね、テーマですで、えー、にやっているんですけども、えー、と今回は以前と比べてもさらにスイスイできる方法をまあ見つけましたので、まあ、モアスイスイ版というふうふにです、ね、していいますいつやったかと言いますと2020年の8月にこの教室でのです、ね、動画撮影ということでナンバー10をお送りいたしました。 でその時に あの動画撮影の、まあ、タイプをです、ね、こういくつか分けましてパワーポイントがある場合ない場合オンライン参加者がある場合な,ない場合とかですね、えー、教室での,この移動がある場合とかですねいろんなこのタイプに分けて、えー、実際の教室でもですね撮影しています。あの改めて、えー、っとそれ見てですねあな,なかなか、えー、っとよくできてるなと我ながらこう、えー、思ったんですけれどもあのそこでですね話している内容についてはあのもちろん今もですね有、えー、っと 有効な部分があります。まあ、しかし、えー、この去年のですね2020年の8月から今に至る期間、まあ、あのあのまだ1年経ってないんですけどもその間にですね、まあ、大きくこう変化してよりですねこのスいスいできる方法が、えー、まあこう見つかりましたので、まあ、それをですね、まあ、今日はお知らせをしたいというふうに思います。 で、あの教室授業をですね、この撮影する時に、まあ、これまでどうであったのかということをえっ、ー、と少し振り返ってみたいと思います。例えばあ大学などでですね、ビデオカメラをこう貸し出してくれて。 でこういうものをですねあの三脚をつけて、えー、と授業動画をですね撮影するっていうこともこれ今も行われていると思うんですよね。であのまあ、私もあのこれを、えー、と使う場合もあったんですがしかしこれはスイスイできない。 ので、えー、とスマホなどを使った方がいいですよっていうことをですねあのこれまでもお話をしてきました。であのもちろんこうカメラのですね性能はいいんですが、えー、と SD カードからこの書き出して、えー、さらにそれをですねあの動画変換してみたいなことで、まあ、手間が2、えー、手間、えー、の見てさまざまにです、ね、この場かかるんですね。ですから、えー、とこういうものも、まあ、ありましたしそれから、えー、と PC の内蔵カメラでですねこの撮影することもできます。ただそれを教 でやる場合にはカメラがですねこの下からこう顔が映らない映すのではなくてできるだけ高くするために PC 台をですねこのつけることによってあのカメラがですねまあ、目線にまでいかなくてもおへそぐらいの高さまでですね、えー、と移動させることができればだいぶこう見方が変わりますよということもですね以前お話をいたしました。 それから、えー、教室にですね撮影のシステムがあの備えられているものもあ,のあると思います。でこれからですねそういうものを増やそうという大学も、えー、あるかもしれませんがうーんこれはあの私はですねやっぱり手間がかかると思うんですね。まあ、お金もかかりますけれども。えー、というのはですねやはりその一応ボタンを押して簡単にできるとはいえ SD カードをですねなどをこうに記憶したものをもう一度 PC に読み込んでみたいなですねやはりえと手間ががかかる部分があ,のあります、まあ、それと比べるならばスマホやタブレットで録画してそれをあのトリミングだけしてですねちょっとこう上げるっていうのはあの簡単な方法ではあるんですけれどもただあの授業で使っているこうパワーポイントなどの表示をですねきれいに出すことができないというやっぱ弱点もありますね。 それから、えー、と教室で、えー、と授業をする場合には、えー、右に左にですね、まあ、私の場合もそうなんですけど結構こう動く場合があります。でそのために私はまあ長年ですね、えー、とこの、えー、とスイブルっていうこれをこう愛用してきたんですねこれ本当にあに私とですねあの授業を共にしてくれた、えー、と愛機というかなんですけども、えー、とここにですね、えー、iPhone をこう入れて、えー、そしてあの まあ赤外線で追尾してですね、私が右に左に行っても、えー、このモーターでぐい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 こう動いてですね、えっ、ー、と撮影してくれました。 ですから私の,あのかつての動画はだいたいこれを使ってですね、えー、撮っているんですけどもあの、まあ、これもですねあの、まあ、決して安いものではありませんので、まあ、みんながみんな一台ずつ持てるわけではありませんよねでこういったことをいろいろ考えるとそれぞれの方法に一長一短があるしかしできるだけですねスイスイ楽にですねしかしできれば、えー、ちょっとこの凝ったですねあのコンテンリ,リッチなです、ねまあ、動画を作,り作れないかっていうことで 今日はお話をさせていただきますであの、まあ、今まではこうだったんですけど、まあ、教室授業の撮影のですね、まあ、これからつまりあのモアスイスイの方法をですね、まあ、現時点でえっと私が実際にやっている方法を今日はご紹介をさせていただきます。まあ、これまでもあのお話ししてきた「うんふう」というですね、えっと、アプリと,えっとウェブカメラをえっと使うものです。であの自体にですね、えっと この顔を追跡すするる機能があるんですねでねそれをうまく使うことによって、えー、右に左にちょっと動いてもですね、えー、きちんとこのトレースしてくれますで、えー、ですから今まではあの先ほども示したしいろんなこの機材をですね必要としていたんですけどもあのモアスイスイバ版のですね、えー、っとものとしてはあの PC と、えー、それからあのウェブカメラがですね、えー、さえあれば、えー もう普通に教室のですね、えー、と動画あのパワーポイントも含めてですね撮影することがまあできますので、えー、まあ機材もあの最小限で済みますし、えー、手間もかからないということです。でえー、とまず2つ通り、えー と最初に説明しておきたいんですけどもあの PC を持ってきて、えー、と内蔵カメラを使う場合にはですねやはり PC 台があった方がいいと思いますそれから、えー、とこれから説明する方法なんですが、うん、ある程度この高さを出す場合には、えー、と外部カメラをですね、えー、と使うっていうこともできます私の場合には j a b ラ a パナキャストを使っていますけども別にそれにこだわる必要はありません、えー、とこの三脚などにですねこのつけることができるような あのカメラであれば PC と接続してそれでこの高さを出してですねえ撮影するっていうこともあのできますね。それからあの教室でですねえと撮影しながらオンライン参加者がいる場合には Zoom 等のカメラ設定で「う雲ふカメラ」をですね選択するだけでえその実際に画面でですね出しているものを のオンライン参加者にも、えー、示すことがあのできますので、えー、ここもです、ねえー、手間がかかるわけではあ,のありません。で実際に、えー、とこの「うんふ」と「ウェブカメラ」を使ったあの教室授業のです、ね、動画を、えー、と4月の最初にですね、えー、と撮りましたのでそれをちょっとサンプルとしてあのまず、えー、と見てほしいと思うんですね。はい で、えー、とこれちょっとあの大きくしてあの今からえと見ていただきますが、あのー、まずあのカメラの高さがどうなってるかっていうことねちょっとチェックしてください。それから顔がこう追跡されてるかどうかですよね。えー、とこの辺りをえと少し とですね、あの説明あの見ていただきたいと思います。で、実際のあのあのフルの動画はですね、あの動画の説明欄にあのリンクを貼っておきますので、関心ある方はあのそちらをですね、えっ、ー、とご覧いただければと思います。はい、ではちょっとご覧いただきますね。はい、えっ、ー、と皆さんおはようございます。えっとこちからえっ、ー、と宗教と平和。 正義あ正戦争正義平和宗教多元社会の中での今学期す,ね授業を始めますで,ですね、最初の授業となりますので全体的にですね、どういうことをこの授業を目指しているのかとか特に大事なのはこの授業は結構特殊な形をとっていますので授業の進め方について今日は少し丁寧にです、ね、お話をさせていただきます。 はい、こういう感じのですね、えー、と動画を、えー、と撮りました。で以前であればあの例えばスイブルを使うにしてもですねスマホを使うにしてもこういうパワ、えーポイントのようなものをこの組み合わせる場合にはやっぱり一手間編集するっていう必要があったんですけども、えー、とこれはですねあの この「うんふ」で撮影をし授業が終わって録画を停止しもうそれを書き出すあのそれが保存されればですねもうその時点でこの画面のですね動画がもう完成してるんですねですからもう動画の編集ソフトを使うとかですねもう手間がもう一切かからないっていうのがやっぱりスイスイのですね としてえっ、ー、とお勧めしたい方法の一つです。で私自身あの今まで結構編集の作業とかあのこういうものを作るときにですねしていましたけどももうこんなに簡単にできていいんだろうかと思うぐらいにですねえっ、ー、と非常にやっぱり簡単にえっ、ー、とできました。もちろんあのこのいろいろころうと思えばですねえっ、ー、と動画編集ソフトを使った方がいい場合もありますけどもえー、まあ、この程度つまり、えー、話す人がちゃんと写っていてえー、そしてあのパワーポイントの画面もですねま映、あ、すというこういう2画面構成 いでででであればあの簡単にです、ね、あのもう動画編集ソフトなしる、えー、ることができるということととがきうすでただちょっとやっぱ注意していただきたいのはあのこのです、ねえー、と画面そのものを、えー、そう教室の,です、ね、あの参加者にうん。 そのままあの出してしまうとえ先生もそこに立ってるけど画面にも先生もね映ってるみたいなちょっと変な感じになりますので、えっと、私の場合には、えっと、PC で録画するものとそれから教室でですねあの大きいディスプレイに表示するものとはあの別々にしました。 ですからあのちょっと手間がかかるように見えるかもしれませんけれども、えー、っと2つのですね PC でスライドを送り、えー、それからまあ私の場合には、あの表示は大体いい iPhone でやるんですが、iPhone、うん、で、こう、ピュッとですね、まあ、あの指でピュッピュッ,ピュッとこうあの押しながら、えー、っと2つをですね、あの録画の方の画面と、えー、それから教室、表情の画面をですね、えー、っとまあ同時に進めていくということをえっとしました。それほど慣れるとですね、別にどうということはあ,のありません。 はい。で、こういうですね。今あの、えー、この私がちょっと動いてもですね。えー、とそのカメラがあの、えー、少し追い,追いかけてくれてたっていうことがわかると思うんですけども、それはあの運付でいうとプレゼンターのですね。えー、と設定画面がありま設定画面がありまして、えー、このえっ、ー、とフレームというところをですね。えー、そこからあの。 このフレームのあのところの真ん中のですねえっと、ものを選んでいただいて顔追跡っていうところにチェックが入っていると、えっと、自動的にですね顔を認識して、えっと、それをこう追跡してくれるようにこうなってるんですねですからまあそういう非常にあの便利になっています。はいであの えっとですね。参考までどれぐらいですね。追跡できるか？当然あの pc のあの基本的最初内蔵のですね。あのカメラっていうのはえー、っと比較的簡単なものが多いですので、えー、その角度もですね。まあ、大体45度ぐらいでしょうかね。えー、っと、これぐらいに関してはハマる限りは？ 追跡してくれますしかしそれをちょっと超えるとですね、えー、追いきれなくなりますので、えー、っともっと大きくですねこう動く場合などは、えーまあ、その外部カメラ、えー、特にジャブラパナキャストのようなですね、えー、そのきちっと追いかけてくれるようなものを使うと良いかもしれませんですからそれは止まる人基本的にですね動かない人であればあの全然ですねそこは気にする必要ないですね。はい、であと一応参考まで、えー、っとジャャブラパナキャストを使って であの取るとどうなるかっていうことをですねえっと示しておきたいと思います。で、あのこれもあの先ほどのですね教室と同じようにえっと右側にパワーポイントを出して左側に話す人を表示するっていうですねまあ、一応サンプルとしてまあ、このようなあの形にえっとしています。はいこれもちょっと大きくしてですねえっと少しだけ見ていただきたいと思います。ではあの試しにですね。 ふとジャブラパナキャストを使ってどれぐらいです、ね、追跡できるかということをご覧いただきたいと思います。はいまあ、これ実際の教室に見立ててですね、見てほしいんですけど、まあ、かなり左右に動いてもぐいぐいです、ねえっと、追跡してくれますね。 はいえっと、いかがだったでしょうか。はいまあ、こういう形でですね、あのかなり簡単に、えっと、教室での動画、えっと、話す、まあ、先生と、それからパワーポイントをです、ねえっと、表示することができるし、なおかつ、あの先生が動いてもです、ね、それを追跡してくれるということで、まあ、私がこうかつて使っていたような、まあ、こういうものも、もうひょっとしたら、これ、愛用してきたんですけど、もうこれから使うことがないのかなというふうにです、ねえっと、思うぐらいに、えっと、簡単なあの道具ですね。 えとまあ、このジャブラパナキャスト一つでいろんなことがまあできるような、えー、と時代に、えー、となってきましたですからまあ今回の場合は UNF とジャブラパナキャストの、えー、と組み合わせだったんですけどカメラ自体はですね PC 内蔵カメラでもいいですし、えー、とそれからあの 外部カメラあの特にですね今すでにお持ちのものを使っていただいて結構です。でこれまであの私はあのなるべくスイスイということでパワーポイントに音声を吹き込むのも OK ということでですねやってきあの動画もおすすめしてきましたけれどもしかし今の時点このようにですね技術的なハードルが非常にこの低くなって簡単にその缶も入れて動画を作成することができる時代においては、えー、私自身はですねやっぱり 先生の顔を入れた方がいいのではないかなっていうふうに考えています。えっ、ー、ともちろんあのパワーポイントに音声だけ入れてですねこれで行きたいんだっていう人はですねそれでやっていただいたら結構なんですけどもやはりそのえっ、ー、と授業の中身とえっ、ー、と先生の表情っていうのはすごくや関係があのあると思うんですよね。 ですから学生がその授業に親しみを持つあるいは先生に親しみを持ってもらうためにはその先生のですね、えー、と表情がやっぱりそこに表れてるかどうかあの結構あの学生の受け取り方にですね、えー、と違いが出てくるのではないかなというふうに思います。で私がもうですねあのちょっと最近いろいろ考える機会がありまして、えー、と映る動画をですねちょっとこう大きめにしたんですね私自身の。つまりりその資料が中心じゃなくってやはり 話し手がですねやはり動画のやっぱり主役であるべきだと思いますですからズームなどで撮れば、えー、と資料はきれいに出ますけどもあの話し手はですね本当に端の方にちっちゃくこう見えて、まあ、一応かろうじて何かお話しされてるっていうのが分かるような感じですねで何よりマシだと思うんですけども可能ならばより大きい形でですねやっぱり表示すべきだと思いましたで,あので最近もですね私の,あの、えー、とこの画面ですね あの話す人自体をこう私自身をですねちょっと大きめにしてるんですがやはりその 縦,横サイあの縦のです、ね、サイズの少なくとも、えー、と半分以上の大きさできればですね3分の2ぐらいの大きさに、えー、人がですね映るようになると表情などもですねこうよく見ることができます。でなぜこういうことを考えるようになったかといいますとあの私ももちろんだから顔を出すのは大事だと思っていたんですが改めて再認識する機会がありました。これれはあの今月月初めにです、ねあのえー、と去年ののまであの東大の総長されてきた,いたあの山際十字線 生徒ですねシンポジウムでえっ、ー、と一緒にえっ、ー、と参加しましてあのー、まあ、そこでですねやっぱりいろいろ議論したんですがやはりそのオンラインにですねどう対応するかっていうことがやっぱり話題になったわけですでそこでえー、まあ、山際先生の場合には。 この人類がですねあのアフリカのサバンナから、えー、と降り立って二足歩行でですね、まあ、今にこう進化する中でですねいろんなものを獲得してきたんだけども、えー、その一つがですねやっぱり、えー、その他の,あの霊長類にはないものとして、えー、と人間のやっぱり表情なんですよね。 言語的なコミュニケーションもちろん大事ですしかし、えー、この目は口ほどに物を言うっていうことがありますけども例えば人間だけですね他の霊長類他の動物と比べてこの目のの目目でですすねね白目の部分が非常に大きいんです、ね、でこういったことも山際先生話をされてですねそれは例えば「えー、いや私大丈夫よ」っていう,うに言ったとしても実際にはですねこの顔の表情で「いやこの人大丈夫じゃないな」っていうふうに我々気付くことってありますよね。 ですからオンラインになったとしてもその単にですね言語的な正確さだけではなくて、えー、って表情によって、えー、その内容の大切さとか、えー、をですねこうきちんと伝えていくことがやっぱできるのではないかとですからあの、まあ、できればですね皆さんも少しこう工夫していただいて、えー、っと主役は私であると。 説明もですねいろいろつけて工夫していただいていいんですけどもやっぱり主役は私でありそしてその私がですねその話し手にどういうふうにこの語りかけているのかそのこともですねやはり見せることができればより良い動画ができるのではないかなっていうふうにあの思います。ということでですね簡単にこうできるような時代になってきましたのでまあ今日のですね方法なども参考にして工夫をですね加えていただければと思います。 今日の話はこれで終わります。